当時、こういう8ミリシリーズっていうのがあったっていうのは知ってたんですけどもね、えー、実際に映像として見るのは、なんと初めてなんです。っていうのは理由があります。私のうちに8ミリ映写機がなかったということもありますし、なんかつぶらいプロ自体にもね、8ミリ映写機っていうのね、なかった気がするんですよね。っていうのは結構ね、8ミリ映写機当時高かったんでね、今の DVD のハードよりももうちょっと、 高かったんじゃないかなと思いますねそれと今回の収録はナンバー2からにしてるんですけれども実はナンバーワンでバルタン星人の回もあるんですよねところがバルタン星人の会はドラマっていうか本編とほとんどこう同じ編集なので今回はオミットさせていただきましたそれで他の回に関しては 特撮の時に同時にカメラが5台とかね少なくともこう3台はね回っていたんでねいろんなアングルからの映像があったわけなんですそれをう新たにつなぎ直しているんでドラマでは見れないこう編集って言いますかねそういうのがあるんで今回は特に注意して見てみてくださいでこのギャンゴなんですがね実は これは放送第1話のウルトラ作戦第1号に登場したベムラーの改造なんですよね。よく顔を見ると、なるほどって分かってもらえると思うんですけれども、何しろ1966年、私は新人監督でしたので、新人監督は怪獣を慎重してもらえませんでした。したがって、こう、お下がりって言いますかね、先輩のお下がりをいただいてきて改造するわけです。で、耳にアンテナをつけたり、 それから胸のところはねこれは白黒でちょっと分かりにくいんですけどもトーテンポールみたいな模様をペイントしてあるんですよね。で結構ねこう初のねカラー作品なんでねもう面白がってね結構カラフルにしたんだということは覚えております。ウルトラマンとジャンゴが戦っているのは静岡県下田の温泉街ですね。 実際に下田にロケもしましたしこれはもうもちろん特撮のミニチュアですからいかようにでも作れるんですけれども実際の下田よりもちょっとこう大きめな町になっています。 で、この回の『ウルトラマンとギャンゴの戦い』は結構コミックなんですけれどもね特撮の高野監督なんかコミックな演出にしてみようよっていうことでねそれであえてねちょっとこうくすぐったりなんかもしたりさせたりなんかしたことがあったんですけどもね。 なかなか現場のねこういうスチール写真っていうのはね珍しいんですよねその当時スチールカメラでさえもねあんまり持ってなくてねそれで時間もなかったんですよねでものすごくこの映像を見るとこのギャンゴが大きな怪獣に見えるんですけれどもこれはもう比較対象の問題で 実際はもう人間が入ってるぐらいですから、えー、足から頭のてっぺんまでで2メートルぐらいなんですけども他のこの生活の中で見慣れた建物ビルなんかと比較してるんでやっぱりもう5 0ルぐらいに見えるような大怪獣になっているわけです。ステージの足元までねこう 瓦礫を見せるっていうのはなかなかね特撮では難しい手法なんですけどねよく丁寧にねこう作ってありますよねそれとギャングの周りを飛び回ってるジェットビートルこれはもう昔ながらの手法で写真では見えませんけれども実際はピアノ線で釣ってあるんですよね昔ながらの手法ですでこの火薬も実際にこうスタッフがね打ってるわけなんですね えこの回はもしかしたら私が監督した回だったかもわからないんですよねちょっとローテーションの都合で私の師匠である円谷め監督の作品になりましたけども従ってこの回遊の名前ドドンゴっていうのは私がつけたっていうことをよく覚えておりますそれとドラマのクレジットタイトルでは特殊技術高野浩一高野光一監督になってるんですけれども 実際はつぶらいはじめ監督が特撮の方もやったっていう回なんです。何しろね、つぶらいはじめ監督はね、特撮大好きなんでね、もうやってみたくてしょうがなかったわけですよね。それでチャンス到来とばかりにね、自分も特撮にチャレンジしたというわけなんです。それで、怪獣もそうなんですけれども、新しい試みってのいっぱいね、あるんですよね。その一つ、怪獣が二人がかりで演じているっていうことですね。 2人がかりで演じててるっていうのはその子どものこう馬跳びの遊びみたいにこう縦にこう人間がつながってそれで四つ足怪獣っていうことでね動き回ってるんですよね。なんか変わったことをしてみたいなと思ったんでしょうね。 それで、まあ、怪獣俳優っていうのはこう2人必要なわけですからなかなか呼吸合わないんだけども、まあ、着ぐるみを着ないところでも俳優さん2人が一生懸命掛け声を出して、えー、呼吸を合わせたっていうのを覚えております。 だから今のこの画面なんかもねこう普通のこうウルトラマンと怪獣との戦いとは違ったこうアクションですよね、あのーまあ、言ってみればロデオとでも言いましょうかねそんなところにはじめ監督の工夫が見られます。でこのスペシウムの、ね、次のね打ち方なんかもねこう弔いめ監督ならではの、ね、こうアングルが出てくるんですけどねちょっとそれお楽しみに見てみてください。 そのドロンゴのミニチュアセットっていうのは他のミニチュアセットよりもなんか比率が大きいんじゃないんですかっていう,こう感想を時々もらうんですけれどもねやはりね比率としてはね全部25分の1でやってますから比率自体は変わってないはずなんですよねただねこう圧迫感があるようにねこうカメラアングルを工夫して撮影してるんだと思います。 したがってなんかこう迫ってくるようなねこう崖とかね山とかねそういう感じになってるんでしょうね。比率を変えたっていうね歴史的なことで言いますとねウルトラ Q の「ガラ玉」っていうねガラモンが出てくる会はね確かにミニチュアセットの比率を変えて作ったっていうことがあります。 これも、ね、こうメイキングっていうとオーバーなんですけどもねこう現場のスチール写真ですけども本当に珍しいですよね。それでこうドドンゴがいるんですけれどもこう中にこう入る俳優さんがどうしようかなんてこう動きをねこう迷ってるようなねところのスチールもあるはずです。 それでこれはね目線をねこう決めてるんだと思うんですよねであの辺を見ればいいんですかーなんてこう指さしてるカットでしょうでなかなかね中にこう入ると大変なんでねこう汗だらけになってもいいようなみんな格好してるわけなんですよね本当に他のミニアよりもなんか大きく感じますよね 怪獣ジラースですよねこれは金城鉄王の台本なんですけれども沖縄の言葉でジラスっていうのは二郎おじさんという意味らしいんですよねそれを怪獣の名前にもらいました、えー、怪獣ジラスも私がもう新人監督なんで怪獣身長はダメと言われそうしましたら当時の社長であるつぶら英二監督がじゃあ東方からゴジラを借りてやるからさ これをなんとかしろよっていうことで、ただし、切ったり貼ったりしちゃダメだぞで、最後は元通りにして、東方に返せっていうことなんでね、じゃあ何をしたらいいのかって考えたのが、結局は、絵巻きをつけること、それから、えー、カラーだと分かるんですけど、ペインティングを施すこと、それだけなんですよね。でまあ、結局はね、ゴジラはゴジラなんで、ということで、じゃあ中に入って演じてもらう俳優さんも、ゴジラ俳優、中島春夫さん。 中島春夫さんに出てもらえたらいいなっていうことで東方にお願いしたらちょうどスケジュールが空いてましてねいいですよっていうことで本人もね快諾してくれたんですで私の知ってる限りで中島春夫さんが怪獣に入ってくれたのはウルトラ Q の時のゴメスを倒せゴメスを倒せのゴメスに入ってくれたっていうのは覚えておりますねそれでこの回のウルトラマンとジラースの戦いなんですけれども 私光田とそれから高野監督で2人でちょっとこうアクションをつけてみようよっていうことでね実はねシナリオの段階ではね台本は白紙になってるんですよね台本は白紙でいいから数ページちょうだいってそこで、えー、私と高野監督でいろいろ考えながらこう書き込んでいったわけなんです。でヒントとしてはねアメリカの西劇の劇 ベラクルスっていう映画がありましてねそこでゲイリー・クーパーとバート・ランカスターのこう打ち合いがあるんですけどもねそれをね丸ごともらっちゃってるんでそのセーブ劇ではこうカンカラを空に投げてで拳銃で撃って競うっていうことなんですけれどもねこの回のその競うのはこう岩を空中に投げてで光線でこう競うっていうことにしましたそれからこう間もなくこう最後の場面になるんですけれども一体どっちが やられたのかなって瞬間わからないっていうのをこれも西部劇からもらってるんですよね倒れた方が負けというわけなんですエンドクレジットにつぶらや特技プロダクションってなってるんですけれどもドラマやなんかのクレジットはつぶらやプロダクションだけだったんですいわゆる特技ってのがないんですねこの特技プロダクションっていうのは本当は正式名称であったんですけれどもウルトラセブンの回あたりから きちっと会社の名前も特技じゃなくて「円谷プロダクション」っていう正式名称になったのでそれ以降はもう特技っってていうのは使ってませんで特に当時特撮に携わった連中はもう特技っていうことを大事にしたんでねなんか電話の受け答えも「はいこちら円谷特技プロダクションです」ってきちっと返事していたことがありました。 ジラスの襟巻きがねこうやって、ね、こうピンとなってる時はねかっこいいんですけれどもね、えー、これね結構ね柔らかい材質だったんですよねだからねこう水から上がってくる時なんかがねこうしょぼーっとしちゃってね、えー、今だったらねこう固い襟巻きも作ってくださいっていうねお願いできるんだろうけども当時はとにかく怪獣も慎重してもらえないっていうのはね、えー、ことでしたんでねまあしょうがなかったわけですね。 当然この写真のこう奥に見える湖はこれミニチュアセットです。ね広げてる時のこう襟巻きはねかっこいいんですけどもねだから後に大ブームになった「襟巻きのこう元祖とででも言えるんでしょうかね。ウルトラマンとジラースの戦い」のところは台本が白紙だったんで。 地蔵室に入ってくれる中島春夫さんが「一体どんな芝居やればいいの?」なんて現場に来たんですけどもねそれで高野君監督と私で「こんなことやってよ」っていうふうに説明したらば「うんなかなか面白いね」って結構ねこの西部劇の話したら乗ってくれましてねでもこう「まいたよ台本も白紙でもらったっていうのはこう初めてだからね」なんてこうブツブツ言いながらまあのにこやかにはやってくれました。 この「オイル SOS」っていうタイトルは実はウルトラ級であったんですよね。で幻になりましたけれどもその理由としては、えー、石油コンビナートでロケをすることができなくなってそのままこうオクラになってしまった。じゃあタイトルだけなんとかこう救おうよっていうことでねそれで円谷め監督がタイトルだけ絶対に生かそうっていうことで「オイル SOS」っていう作品にしたわけです。 でこの作品もやはり円谷一監督が特撮特殊技術の方も担当してるんですよねクレジットタイトルは高野光一になっておりますが実際は円谷一監督ですそれで私もこう特撮を見に行くのがもう大好きだったもんですからね結構ね時間があると現場に行ってたんですがこの「ペスター」の回はね結構見れたんですよね したがってこのペスターも2人で入ってるんですけれどもドドンゴの時は縦に2人このペスターはこう横に2人言ってみればね運動会の時のね二人三脚の要領ですねまあただし足は4本きちっとありますけれどもそれで俳優さんたちがこう上陸してくる時なんかね1212ってこう着ぐるみの中でね掛けをかけながらこうやってたっていうのをよく覚えております。 それでこれはもう特にねこう火を使うカットが多くてねそれでカメラアングルもいろんなところから撮りたいなっていうつぶ,つぶらやはじめ監督のねアイデアでね俯瞰を撮りたいいわゆる上からですね絶対撮りたいっていうことでね照明なんかがこう上がってるね照明のライトなんかが乗っかってるね二重って言ってるんですけどねそこからの撮影だったわけですね。 それでね炎の勢いがね結構ね激しかったんでねもういきなりもうカメラの、ね、レンズギリギリまでね行ってねそれでそれとこのシリーズっていうかこの作品は怪獣対ウルトラマンっていうよりもねまず怪獣対家族隊でこうまずは決着がついてであとはこうウルトラマン自体は消火活動ですよね。 でこの消火液まあ実際は水であったんですけども、まあ、消火液はウルトラ水流と呼ばれてね結局ウルトラマンは消火活動に専念したっていう回だったんですけどもねこのウルトラ水流この回とそれからジャミラをやっつける時にね使ってますよね。 ミニチュア用のプールはだいたいこの写真にあるぐらいの深さなんですがたいこう中心の方にえまあ人間の身長ぐらいある深さのこう箇所がちょっと2メートル四方ぐらいの場所がありましてねそこからね怪獣がね登場したりなんかするわけなんですよね。それで怪獣の材質っていうのはこうゴムですからねなかなか沈まないんですよね。 従ってこう会場の中に入ってる人に重りを持ってもらって一旦沈んでそれからその重りを離して上がってきてねってあなたたちのタイミングでいいから上がってきてねって言うんですけれどもその沈んだ俳優さんたちはちょっとこうんですよねそれでなかなか上がってこないから心配してる頃にようやく上がってくるというケースが多かったです。 この写真なんかがこう横に2人が入ってるってことがこうはっきりわかりますよね。 これは宇宙から来た暴れんぼギャンンのカラーバーバジョンなんですよ、ね、まあ当時としてはかなり貴重品だったんでしょう。と言いますのはね円谷プロはもう初のカラー作品だったのでねそしてもちろんこうスタッフの中でも誰もねこうカラーテレビを持ってる人なんかいなくてね私の知ってる限りではウルトラマンの関係者で自宅にカラーテレビがあったっていうのは円谷英二監督。 それから井出隊員こと二平正成さんこの2人だけだったんじゃないかと思いますねしたがって確率的には2%ぐらいでしょうかねこう保有率っていうのがねそれで当時はね白黒で圧倒的にみんな見てたわけですよねでしたがって今みたいにこう見れば一目瞭然なんていうカットでもきちっとナレーションでね例えば カラーータイマーが青から赤に変わるとなんてね具体的に色を説明してるわけですね。そうでないと白黒で見てる人はえなんか変化があったってよくわからないわけですからね今の時代だったらちょっとこうナンセンスなナレーションかも分かりません。それと家督隊のオレンジのユニフォームなんですけれども結局いろんなテストを重ねてあの色に落ち着いたわけなんです。 人間の体にいろんな色のこう布端を貼っつけましてねそれでフィルムで撮影してそれを TBS へ持ってってそれでブラウンカンに出してもらってそれでみんなでどの色がいいかなっていうことを研究したわけなんです。で結局戦闘服としてオレンジそれからこうブレザーとしてはこうブルーがよかろうっていうことでねでいろんな他の作品も参考にしたかったんですが何しろフィルムでカラーっていう作品が。 少なくて当時参考にしたのはアメリカのテレビ映画の FBI っていう作品でしたそれもこう今みたいに鮮明なねカラーじゃなくてねいやいやいややこう茶色がかったそんな感じのこう色合いでしたよね。なんか今この画面見るとそういう,こう茶色がかってるんで、えー、当時の1966年頃のなんか色合いだなと思いますけれどもね。 それと各家庭で見ている皆さんも受像機が今みたいに自動調整じゃないんですね色合いがねそのグリーンの度合いとか赤の度合いとかねこう手でねこう調整してたわけなんですねしたがってなんかね自分のこう好み見てみたいなこともあってねでまして家族体のオレンジの服なんてのは日常生活には出てこない色ですからねなんか勝手にピンクで見てる人もいました。